先日大勢の友達とハワイに旅行に行ってきたんですとお客様が言いました、ね、皆さんのサロンに来られているお客様がこういうふうに言ったと、先日大勢の友達とハワイに旅行に行ってきたんだよというふうに言ったら、はい、あなたは何てお答えしていくかということなんですね。はい、まずですね、あなたが自分本位に会話を進めているかが分かる問題ですと、まあ、要するにですね、お客様との会話の時にお客様中心でお話をしっかりされているのか、それとも自分中心、まあ、自分の考え方が中心でお客様に物事を伝えてしまっているのかっていうのがね、なんとなく見えてくるんですけれども、まあ、こちらのね、問題をやっていただきたいというふうに思います。はい、先日大勢の友達とハワイに旅行に行ってきたんですとお客様が言いました、ね、皆さんのサロンに来られているお客様がこういうふうに言ったと、先日大勢の友達とハワイに旅行に行ってきたんだよというふうに言ったら、はい、あなたは何てお答えしていくかということなんですね。何て答えますかと、ね、はい、まあ、いろんな、ね、答え方があってですね、分かれていくとは思うんですけれども、よくある回答ということでね、お伝えしていきたいと思うんですが、ハワイいいですね、どこに行ったんですかみたいな感じで、はい、お答えするパターンが一つ。それからですね、海とかやっぱり綺麗でしたか、ね、ショッピングとかも行ったんですかみたいな感じで、まあ、聞いてしまうっていうパターンですね。はい、これはどうなんだろうか、これは正しい答えなのかどうなのかっていうね、はい、皆さんどうでしょうかね。はい、でこれってですね、もうお分かりの方も多いと思うんですけれども、はい、残念ながらですね、×なんですね。でこれなぜダメなのかっていうのがですね、ある程度こう理解できていかないとですね、おそらくですね、皆さんね、そのサロンでのお客様との会話、これが全てですね、まあ、自分本位というか自分の価値観で全て物事を見てしまっているっていう傾向にありますよっていうのが分かってしまうわけですね。なのでここをとにかく今回ね、とにかく理解していただきたい部分です。はい、これダメダメっていうことですね、まあ、100% ダメっていうことはないんですけれども、まあ良くない答え方ですね。はい、知ってですね、このいいですねっていうのは誰の気持ちか、誰の考え方かですね。お客様はですね、いいですねとはね、一言も言ってないですね。いいですねと思ったのはエステティシャン自身の価値観で答えてるんです。はい、でどこに行ったんですかっていうのはもうですね、もうハワイに行ったイコールどこに行ったかをとにかく聞きたがっちゃってるっていうのがあるので、はい、まあ、悪いわけではないんですけれども、まあ、こういう聞き方よりもね、後でお伝えしますけど、もっといい聞き方があるんだっていうことなんですね。はい、なのでこれまずですね、ここが問題なんですね。ハワイいいですねっていうのはお客様の気持ちではなくて、エステティシャンがハワイをいいって勝手に思っている気持ちってことですね。はい、それからですね、海とかやっぱり綺麗でしたか、これは海っていうふうに勝手に決めつけてるわけですね。それからショッピングもしてきたんですか、ハワイイコール海ショッピングっていうふうにエステティシャンの方は思っちゃってるってことなんですね。はい、ここが要はですね、自分の思い込みで全て会話を進めてしまっているっていうケースになります。はい、で本当の気持ちの引き出し方っていうことなんですけれども、じゃあですね、どんな風に答えていったらいいのかっていう話なんですけれども、はい、まあお客様がね、実際話したかったことは何なのかっていうことなんですけれども、このお客様はですね、大勢の友達の中にいた芸能人の話をしたかったということなんですね。はい、なので別にですね、ハワイの話をしたかったわけではないということなんですね。はい、で、はい、本当にしたかった話ができないってことなんですね。本当は芸能人の話をしたかったんだけれども、要はエステティシャンはハワイどうでしたかってずっとハワイの話を聞いてくるもんだから、それができなかったと、芸能人の話ができなかったっていうことは、はい、お客様の中ではですね、不完全燃焼なんですね。不完全燃焼で心地よい会話がなんとなくできてないってことなんです。はい、なんでちょっとね、モヤモヤした気持ちっていうのがお客様の中になんとなく残っちゃってるっていうことなんですね。これが実は気分をですね、
良くしないっていうんですかね、気分が良くならない会話なんですね。はい、要はお客様が話したいことを話させてあげるっていうことが一番のですね、まあ、ストレス解消だったりだとか癒しになっていくんですけれども、実はですね、自分が話したくないことをとにかく話させてしまってるっていうことになりますから、ここはねすごくね気をつけなければいけないポイントなんですね。はい、じゃあですね、ポイントもう一回説明していきます。ハワイいいですねっていうのはですね、はい、誰の価値観か、お客様の価値観ではなくてですね、エステティシャンの価値観ですね。はい、で相手の価値観を無視して自分の価値観の押し付けになった会話っていうことですね。今回のこの問題ですね、ちょっとわからなかったなっていう方は、おそらくですけど、まあ僕の経験上も含めて8割から9割の方はカウンセリング、会話、すべてですね、自分の価値観の押し付けをしてしまっていることが多いってことなんですね。なのですごく今回のところは何度もお話しますけど、重要なポイントなんです。いかにね、相手の価値観を尊重しながら会話ができるかどうか、これね、まあ後でお話しますけど、質問のスキルになってくるわけですよ。質問のスキルですね。はい、で話したいことを引き出すための質問、はい、これですね、質問で全てのキーワードに触れていこうっていうのが、まあ、ベースであるんですね。はい、まあよくですね、オウム返しっていうね、テクニックを皆さんね聞いたことがあると思うんですけれども、それをねしっかりと使っていくっていうことがまず基本になります。はい、例えば先日大勢の友達とハワイに行ってきましたっていうふうに言った場合には、はい、大勢の友達とハワイですか、いかがでしたかっていうふうに聞いてあげたら、はい、大勢の友達というキーワード、それからハワイというキーワード、はい、ここに触れることができるわけですね。でさらにその時の気持ちを聞いていくことが実は重要になります。楽しかったとか楽しくなかった、それから良かったか悪かったかっていうような気持ちを聞いていくことによって、実はですね、お客様が次に積極的にどんな話をしたらいいのかっていうのは何となく見えてくるわけなんですね。なので、はい、大勢の友達とハワイですか、いかがでしたかってやると、何とでも答えやすい質問になるわけですね。そうするとお客様は、あ、そう、大勢の友達と実は行ってきたのとかですね、あ、そう、私ね、ハワイ行ったのよっていうふうにハワイに着目して言葉を返してくれるのか、大勢の友達っていうキーワードに着目して返してくださるのかっていうのがね、分かってくるわけですよ。で、良かったのとか悪かったのとか、面白かった、面白くなかったが分かってくるわけなんですね。なので、これ本当にね、あのお客様との会話の中でよく起こり得ることなので、常に意識してほしいことなんですね。ではですね、もう一問いきます。相手の価値観を無視しているかが分かる問題ね。はい、同じですね。私、来週から結婚相手の両親と同居をね、することになったんですっていうふうに言いました。はい、もうお分かりですね。なんて答えたらいいのかっていうのを、はい、どうですかね。もうお分かりですかね。実はですね、エステ王子のですね、オンラインで学べるカウンセリング完全マスター講座っていうのをやっております。でこれはですね、エステ王子から YouTube でやっている以上のより深い内容、こういった動画をですね、毎週1本ずつね送られてきます。でそれをですね、48本プラス1本のね動画、49本の動画をしっかりと見ていただいて、エステ王子がね20年以上かけて培ってきたカウンセリングのノウハウをねマスターしていただくというような講座です。内容的にはですね、コミュニケーションの取り方、それから信頼の獲得の仕方、自己紹介の仕方、プレゼンの仕方、カウンセリングの流れ、お茶の出し方、こういったことを全てやっていきます。それからですね、インカウンセリング体験中にはどんな会話をしたらいいのか、そしてクロージング、応酬話法ですね、契約していただきやすいような商品提案の金額の提示の仕方、こういったことまでね、ことを細かくねやっております。で動画だけではなくてですね、600枚のテキストを使っていただいて学んでいただきますので、すごくね勉強になると思います。カウンセリングを強化したい、お客様との信頼関係を深めていきたい、単価を上げたい、こういったふうにね思っている方はぜひねチャレンジしていただきたいなと思います。詳細はですね概要欄にリンクしておりますので、ぜひね見ていただきたいと思います。